こんにちは、ビデオアカデミーの白石です。これから私は YouTube を使って14週間で数千万の資産と1万6000の顧客名簿を手に入れて自由な暮らしを手に入れた方法をお話ししていきます。たとえあなたにビデオの知識もビジネスの経験がなかったとしても全く問題はありません。なぜなら YouTube を効果的に使ってビジネスをやっている人は現状ほとんどいないので、素人が簡単に成り上がることができるからです。ビデオ、キルドゥ・レディオスターという曲はご存知ですか？これは MTV が初めて放送された時に流された曲で、ビデオがラジオスターを殺したという意味になります。今、インターネット上でビデオ、キルドゥ・プレーンテキストという時代になり始めています。これは Google 本社でも公認されている事実です。もしあなたが今テキストによるサイトの量産などをしているのであれば、今すぐにやめてください。もしあなたがセドリなどの利益率の低い副業をしているのであれば、それもやめましょう。もしあなたがブログやフェイスブックなどのソーシャルメディアで集客をしようとしているのであれば、それも忘れてしまいましょう。今回紹介するものはこれらのいずれのお金を稼ぐ方法でもありません。もっと簡単で素早くお金を稼ぐことができる方法です。インターネットでお金を稼ぐには大量の顧客名簿、つまりリストを保有したり、何かスペシャルな経験や人脈を持っている人しか稼げないという印象があると思います。ですが、あなたが16週間後には数千の顧客名簿を持ち、ビジネスを軌道に乗せて月に数百万円定期的に稼いでいる状態を想像してみてください。 YouTube マーケティングはこれからのトレンドにもかかわらず競合が弱い状態です。なので、たとえあなたがビジネス未経験者であったとしても、私の生徒たちと同じように個人で大企業や有名人の強者たちと競合することが可能です。多少の知識を手に入れるだけで、彼らがあなたに頭を下げてコンサルを請うようになるでしょう。事実、私は YouTube の知識があったおかげで数々の億万長者から教えを請われました。そして一緒にプロジェクトを行い、億を超える資産を手に入れることになりました。賢いあなたはトレンドに乗ったビジネスや知識を持つことが最も簡単に富豪に上り詰めることができる最短の方法であることはご存知だと思います。そしてここにチャンスがあります。幸運なことに YouTube やビデオを使ったビジネス